ロピタル・サンブレイズは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ピレネー・アトランティック圏のコミューン。ロピタル・サンブレイズは、モレオイコールリシャールをゴにある、小さなコミューンである。フランス領バスクのスール地方に属し、バスク・トベアルンの境にある。村は、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の宿場であった。村には、オロロン川支流、ローセ川が流れる。 オピータール・セインとブレイズの名は、1334年に、オロロン・サント・マリーで作成された構成証書,書にて、ラ・コマンドリーで水利工事として現れる。1670年のナバール国宝記において、セインとブラス、18世紀法の地方長官は、L、オピータール・デ・セインと、ブレイズで水利コードと記した。ロピタル・サン・ブレイズの村は、巡礼者のための施領書に、その存在を追っていた。 現在、名前の由来となった、セリオ書は存在しない。今日、村を横断する小さな道が、12世紀には、騎士、商人、聖職者、移民が行き交う南フランスとイベリア半島とを結ぶ通行路であった。当時はレコンキスタが行われていた。イベリア半島のキリスト教国家の王たちは、北ヨーロッパの男性たちを招聘していた。 かつてイスラム教徒の国だった土地を征服し、移住し、治めるのに役立てようとしていた。これら移住者の移動が容易であるため、セリオ書のネットワークがピルネの北側にできた。アラゴン王やベアルンハクは、サントクリスティーヌ・デューソンポール病院に、これらネットワークの管理を委託した。この病院は、ベアルン、アラゴン、ナバラに資産を有する強力な修道会になっていった。 ミゼリコルドセリオ書がサントクリスティーヌ・ディュー・ソンポールの聖職者たちによって12世紀半ばに創設された。巡礼途上に教会を詣でるので旅行者は同時に巡礼者でもあった。この理由のため、ほとんどの他の病院と同じくセリオ書は教会に付属していた。現在もこの時代の名残が唯一保たれている。ミゼリコルドセリオ書はいくつかの宗教コミュニティからなっていた。 ドーネイツという名の俗人がおり、彼らは施領所に与えられた存在で保守作業を行っていた。施領所は世襲財産を伴うコマンドリーであった。世襲遺産によってコミュニティは生きていくことができ、土地、建物、放牧圏、十分の一税といった役割を受け入れることが保障されていた。13世紀からピレネーを越えるルートが移動し、 現在この小さなセリ所で足を止める巡礼者は稀になった。彼らの中でもサンティアゴでコンポステーラへの巡礼者が一部いるだろうが、むしろそういった巡礼者は16世紀から登場した。一つは巡礼の通路となる痕跡を残している。続く世紀の間に、教会は信仰の場所としての修復を緊急に受けただけで、むしろ変化はわずかだった。コマンドリーの職は、 フランス革命まで続き、教会の周りで成長した村ははるかに大きくなった。セーブレーズ信仰は16世紀からこの教会で確認された。毎年2月上旬、地元住民が一緒になって巡礼を行う。かつて家畜の病気を治してくれるように農民は成人に鳥なしを願った。また、セーブレーズは喉の痛みを治すことで知られていた。 セーブレイズはヨーロッパのほとんどの土地で尊敬を集める守護聖人である。彼に剣道された教会は数多い。羊飼い、羊毛の祖毛工、石膏、ワイン生産者といった職種でセーブレイズが守護聖人とされていた。農業が主体である。オッソイラティチーズの奥エリアに含まれている。参照もと、 1962年まで、イヘス1968年以降 INSEE、ロピタルサンブレイズには、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路を行く巡礼者のための宿泊所がある。最大8人が収容可能である。ありがとうございます。